スノーマン・メグロレン、CDTV 構想中に、編み込みヘアにチェンジ、破壊力サプライズすぎると反響殺到。スノーマンが4日放送の TBS 系音楽番組、CDTV ライブ。ライブ、2時間スペシャル、夜7時からに出演。メンバーのメグロレンの髪型に反響が寄せられている。メグロレン、編み込みヘア姿披露この日の生放送では、 オープニングにも登場した同グループ。その際に、メグロはまだ普段通りのストレートな髪型だった。その後、同グループのパフォーマンス時には編み込みヘアにチェンジ。ファンからは、破壊力すごいサプライズすぎる編み込み新鮮、めちゃめちゃかっこいいといったコメントが殺到し、メメの髪型が X、Q、Twitter 上でトレンド入りするほどの反響を呼んでいた。 スノーマンはこの日、メグロが主演を務める金曜ドラマトリリオンゲームの主題歌で、中毒性のある爽快かつクールでロックンロールな楽曲とサビのスノホリダンスが話題のデンジャーホリックをフルサイズでパフォーマンスした。